中に黒い仮面がある。 HP の高い強力モンスタービッグホーンが守っているぞ。まずは古代の書物に記されているように町の女神の像に白い仮面をかぶせること。これをしておかないと東の洞窟には侵入できない。ミシディアの洞窟地下1階で不良にいると同じ姿のドッペルゲンガーが道を塞いでいる。ここでやはり古代の書物に記されていたように黒い仮面をかぶせる。するとドッペルゲンガーは消え失せて先へ進めるようになるのだ。フリオニールたちは北に高くそびえ立つミシリアの塔を目指した。がしかし大きな津波が船を襲った。気がつくと真っ赤な壁に囲まれた見知らぬ場所、どうやらリヴァイアさんに飲み込まれたらしい。出口を求めダンジョン内をさまよっているとリストの竜騎士の生き残りリチャードと出会う。彼もパーティーに加わった。さあリヴァイアさんからの脱出だ。元の世界に戻ることができたら一度フィン城のヒルダの元へ帰ってみよう。はぐれた女海賊レイラの無事と竜騎士リチャードの過去を知ることができる。またリチャードの故郷リスト城の親子に会うとリチャードの密かな恋心を知ることもできる。再び船でミシリアの塔を目指し上陸。クリスタルロッドを入手していれば塔の内部へと侵入できる。そびえ立つ塔の3階5階7階で3度のボス戦が待ち構えている。各ボスとも属性がはっきりしているので弱点も分かりやすい。ただしボス戦なので気を抜いていると一気に全滅するぞ。そしてミシディアの塔の最上階、究極魔法アルテマの眠る部屋の前で白魔導士ミユが不良にいるたちを待っていた。持てる魔力の全てを使い切るミユはそこで静かに息絶えるのだった。世界の未来を不良にいるたちに託して究極魔法アルテマ、ついに不良にいるたちはその神秘の力を手に入れたのだ。ミユの命と引き換えにアルテマを手に入れた不良にいるたちはミシディアの町で不吉な情報を耳にする。皇帝の作り出した巨大竜巻が北の大地を襲ったというのだ。ついに皇帝が動き出した。アルティアやポフトはすでに壊滅状態。フィンも襲われたら持ちこたえられないだろう。どうやら竜巻の中ではあの皇帝が自ら操っているらしい。しかしどうやって竜巻の中に、フィン城内の鏡の間でペンダントを掲げてみよう。竜巻の要塞最深部でいよいよ皇帝と対決だ。まずはガードの親衛隊と2回戦闘を行うことになる。そして皇帝はさまざまな魔法攻撃を仕掛けてくる。究極魔法アルテマと直接攻撃を繰り返し長期戦に持ちこたえよう。このパラメキア皇帝を倒せば世界に平和が戻るはず。そしてフリオニールたちはついに皇帝を倒す。長く辛い戦いは幕を閉じた。反乱軍は勝利したのだ。しかし平和を祝うフィン城に悪報が届いたのはそのすぐ後のことだった。ダークナイトのレオンハルトが皇帝に即位したというのだ。その情報に思わず言葉を失うフリオニールたち。
新皇帝レオンハルトは帝国の本拠地パラメキア城にいる。パラメキア城は難攻不落の要塞だが、以前ポールが忍び込んだことがあるらしい。ポールの家を訪ねると、そこには巨大竜巻に重傷を負わされたシドがいた。シドは飛空船を貸してやると言い残し、永遠の眠りにつくのだった。最後の希望を若者たちに託して。フリオニールたちは帝国の中心パラミキア城へと潜入する。そしてたどり着いた王座の間に、かつての仲間マリアの兄、そして今では帝国の新皇帝となったレオンハルトがいた。もう戦いは避けられないと思ったその時、なんと王座に倒したはずの皇帝が地獄の力を伴って蘇ってきたのだった。目の前の全てを焼き尽くそうと豪華を放つ皇帝だが、次の瞬間フリオニールたちを飛竜に乗せたリチャードが一人皇帝に挑みかかった。飛竜が外へ出た瞬間、城は大爆発、炎上する。皇帝の復活、竜騎士リチャードの死、フリオニールたちはレオンハルトを連れてフィン城のヒルダの元へと帰ってきた。妹マリアの説得で悩みつつ、レオンハルトもパーティーに加わった。かつて帝国の手を逃れフィンから旅立った4人がついに集結したのだ。いよいよ本当の最終決戦の場所、地獄のパンデモニウム城に向けて旅立つ時が来たようだ。そう、リストの親子に竜騎士リチャードの死を知らせねば。ここであの女性エリナから竜騎士団最高の宝、聖剣エクスカリバーを受け取ることになる。地獄と地上をつなぐ洞窟ジェイド、ここに一歩踏み込めばもうセーブはできない。先にあるのは地獄の城パンデモニウム、そしてそこにいる地獄の化身と化した皇帝。この世界に慈愛と平和を取り戻すため、ヨーゼフ、ミーウ、シド、リチャード、彼らの勇気を語り継ぐため、大きく成長した4人の若者は今地獄の城への扉を開けた。